はい、それではもう一回、見ながら、わからないところをチェックしていきますか。まずタイトル、ザ・メジャー・シックス・ディミニッシュド・スケル・ボローイング・ディミニッシュド・ノート。これはコードじゃないよね。ノーツっていうことは、一個一個のディミニッシュのコードの中の音それぞれを、それぞれっていうか、どれかを、エニーだったかサムだったかを借りてきて、借りること。ING 名詞形、ザ・メジャー・シックス・ディミニッシュド・スケール。これなんだろうな。これのまずタイトルの意味がわからない。ザ・メジャー・シックス・ディミニッシュド・スケール。ザ・メジャー、ザ・メジャー・シックス。ザはシックスまでにかかるのかな。ザは全部にかかるな。メジャー・シックス・ディミニッシュド・スケールってどういうこと？こういう用語があるんですかね。メジャー、ちょっとくしゃみが出る。メジャーシックスディミニッシュドスケール。もう日が暮れるよ。メジャーシックス、魔女じゃないって。メジャーシックススケール、こんな言葉があるんですかね。まあでも誰かが、バリー・ハリス。何バリー・ハリスって？バリー・ハリスワープショップ。6番目の宿舎室。なんだよそりゃ。バリー・ハリスっていうのはなんかピアニストですか？先生。ジーン・ハリスしか知らないんですけど。これが、わかりません。いくら考えてもわかりません。メジャーシックスディミニッシュドスケールっていう用語があるんですかね。いくら考えてもわかりません。先生、わかりません。メジャーシックス、メジャーシックス。わかりません。次いきます。まず、模範演奏があるわけですよね。1、このシャープ5は何？借りてきてる音ってこと？ F メジャー7を弾いて、F メジャー7シャープ5を弾いて、これがディミニッシュ、スケールなんとか、なんだっけ、ディミニッシュドノーツの1個ってこと？やっぱりわかりません。このシャープ5がその音なんですか？この人図がないからわからないんだよね。このコードはこれの音です。このコードはこの音です。で、普通は、悪名高き五線譜でも、表示するじゃないですか。で、この人、この弾いてるコードの音をただ表示してるだけなんですよね。だから譜面にしてないので、ピアノをやってる人はもう譜面とこれが一致してるからあれだろうけど、そうじゃない人はもう分かりません。このマイナーシックスは、D マイナーシックスは、6マイナーですよね。6マイナー。ダイアトニックコードで行くと D マイナー7なんだけど、7じゃなくて6を使ってるのは、メジャーキー感を出すなのか。この6はどういう意味なんですかね。
キーオブシーで言うと、ドレミファソラの音、ラの音ですよね。4和音の、ダイアトニックで言うと、キーオブシーだったら Dm7 のところが Dm6 にするのという意味、意図は何なんでしょうか。私が思うには、メジャーキー感を強調する。どっちかっていうと、ジャズっぽくなるというよりは、洋チっぽくなるっていうか、単純っぽくなる。4和音的というか、よりは3和音的っていうか、わかりません。これの意味は何なんですかね。ナインス、イレブンスは、ただ、コードの中に、つけましたよ。で、ここが変化してるの意味があるんですかね。フラットナインス、サーティースになったのは、ボローイングディミニッシュノートからは借りてきてそれになったのか、それともただこの弾いてるメロディーの中にそれが入ったからそうなっちゃってるのか。これはこの表題に意図があるのか、ないのか。この曲がこうなってるだけなのか。これの意図からこうなったのか。これはわかりますよね。わかるというか、この意図の通り弾いてるってことですね。E7 から、E フラットメジャー7に進行したっていうことですよね。これも、なんていうか、パッシングディミニッシュっぽい。これも、ここが、E ディミニッシュ、E フラットメジャー7。ではなく、E7、E フラットメジャー7っていう進行も、ディミニッシュでやればできるし、やらなければこうなるしっていう、ちょっとわかりません。後で出てくるのかな。ここ6のコードのテンションが、セブンスじゃなくてシックスになってるのは全部どういうことなんでしょうかね。ここもそうですよね。前回と同じ、ナインス、イレブンスだったのが、フラットナインス、サーティンスになってるっていうのはメロディーから来てるのか、この、ボローイングディミニッシュノーツの、具体例をやってるのか、どっちなんでしょうか。ちなみにこの先生は、アントーニオ先生ではなくてもう一人の先生ですよ。確か。二人いるんだよね、この11個の動画の中に出てくるのは。ここもシャープ5になってますよね。で、必ずこうマイナー6になってるんですか。で、ナインス、イレブンスだったのがフラットナインス、サーティンスになって。これ同じメロディーの転調していってる、同じメロディー弾いてるからそうなってんのか、ボローイングディミニッシュノートになってるからそうなってんのか。解決した。F6 になってるのは、まあ、最後 F6 になったのは、まあ、解決感が強いというか、メジャーセブンよりも、もう、ベートーベン的和音っていうんですかね。よくわかんないけど、モーツァルト的和音っていうんですかね。3和音的4和音っていうんですかね。まあ、メジャーセブンは音階的解決だけども、F6 となるともう、ドミソラ、ドミソシよりもドミソラの方が安定感が強い。和音的安定感が強いですよね。そういう、ただそんだけですか。Hello and welcome to Insane Piano. On today's video, はい、じゃあ全部このチャンネル名がインサイドピアノ .com っていうんですよね。それで On Today Video っていう、この On はアットと同じ意味なんですかね。今回のビデオでっ
って訳し直訳だけど、そういうふうにオンっていうふうに使うんでしょうか。あまり英語勉強しなかったので分かんないですけど、 We gonna We are gonna talk はあれですよね、 Go to ですよね。 Gonna っていうのは Go to のことですよね。Gonna と Wanna は、Want to と Go to とそういう意味なんですか。つもりです。何を話そうかというと、ざっと以下、ざっとが省略されて、 We're gonna talk about the use of、 早いんだよ。 Use of diminished notes to create musical continuity。 これさっき分かんなかったんですよね。 Continuity、 Continuity、 あ、連続性か。なるほどね、分かった。The diminished note のが、音楽的なつながりを作り出す、Use of は使い方、使用例みたいなことですかね。 The use of っていうのはそういうことなんでしょうね。一応調べますか。 The use of、 The use of ってなんか、これは熟語はどうやって調べてるんですかね。 The 熟語は The use of、 The use of、 あれないじゃん。The use of はなんとかの利用はとか、利用か。diminished notes、 diminished notes ということは和音ということよりも、その和音を構成する一個一個の音の構成要因を表してますよね。ディミニッシュコードに使われている和音一個一個のそれぞれの、使用法が、違う。クリエイトミュージカルコンティニューティ、音楽の連続性を作り出すためにの to、 ためにの to のために、ために利用、ために、ディミニッシュドノーツを利用することについて説明しますという、さっきのざっと。ああ、戻りすぎた。Hello and welcome to Insei Piano. On today's video, we're gonna talk about、We're gonna talk about の以下ですよね。About the use of the、ということね。Diminished notes to create musical continuity. Diminished notes promoteMovement and create beautiful dissonances が不協和音。ディミニッシュノートは、プロモートムーブメント、プロモートムーブメント、クリエイター。プロモートとムーブメントとクリエイトが全部似たような単語なんだ。もう。Promote movement and create beautiful dissonances. But where do all those diminished notes come from? Where do はこれ強調の do か？もう忘れたよ。Where do? But where do?どこから来るのですか。あ、バリー・ハリス出た。バリー・ハリスってこれ有名なんだな、やっぱり。バリー・ハリスの、あ、消しちゃったか。バリー・ハリスの、プロフェッサー・バリー・ハリスは Give us a Holy Grail to the use of Diminished Notes、The six diminished scale。 これがバリー・ハリス教授が提唱したあれなんですか。これどういうことなの。 Here the great X。 わかんないことがわかんないことを呼び起こし、わかんないことがわかんないことを引き起こし、すべてがわかんないぐるぐるになっていく。バリー・ハリスのワープショップの、
ロックのあれが知りたいんだよ、ロックのあれが。ん？スケールは実際にフラット6やシャープ5が？何これ？ハーモニックメジャー？何これ ?STSST って何？サブトニック、トントン、ストトン、PPAP ですか？全然わからない。こっちをまず勉強しないといけないんですか？ああ、もう嫌だ。バッドウェア。どこから来るのか、バリー・ハリス。Where do all these diminished notes come from? Professor Barry Harris gave us a... バリー・ハリスが、give us the Holy Grail。Holy Grail。Holy Grail。第六宿舎数。11対16ってなんだこれ。バリー・ハリス give us the Holy Grail。ホーリーグレールって何これ？グレールって何？グレール、グレール、グレール。あ。え？何これ？こんな。キリストが最後の晩餐に用いた酒杯。ホーリーグレールってそんな言葉があるんですか？音が出ないじゃないか。おい、音が出ないじゃないか。もうあれ、どこ行った？これ、これ違うな。これ、ホーリーグレール、Holy Grail, Holy Grail, Holy Grail, Holy Grail。 なんでだよ。 Holy Grail って何？最後の晩餐の酒杯のことなの？ Holy Grail が、バリー・ハリスが、 Holy Grail が、が To the use of diminished notes。 Diminished の notes が最後の晩餐の祝杯に、バリー・ハリスが。全然わからないな。But where do all these diminished notes come from? Professor Barry Harris gave us the Holy Grail to the use of diminished notes, which is the sixth diminished scale. The diminished notes come from the diminished chord found on the sixth diminished scale, and we can use this scale as an alternative to the major.ここら辺なんだよね。ここら辺がわからないためだね。私たちはこのスケールのメジャースケールの代替を使用することができます。ということは、やっぱりこれを理解しないといけないんですか？バリー・ハリスの6番目の縮尺っていうのは理解しないといけないんですかね。バリー・ハリスズ6ディミニッシュスケール Here the great expert expert except これ何これ except expert 何これ。ホーリーグレールっていう単語があるとは知らんかったな。Excerpt. これ発音できるサイト他になかったっけ？発音確認。発音確認。ん？何これ？あれ、なんでさっきのは出たのに。発音エキサープト。なんだよお前は。
あ、こっちだからか。Excerpt. Excerpt. Excerpt. これを、こっちを英語にすればいいの？もうこんなことやってる時間ないんですけど。こうすればいいの？ Excerpt. Excerpt. 抜粋か。どこだったっけ？はぁ、めんどくせぇ。バリー・ハリスの偉大なる抜粋。あ、これを見ろっての？もう何時間あんだこれ。バリー・ハリスのワークショップ Introduce a an interesting diminished。 ちょっと見てみる？そうそう、余裕だね、もうタバコ吸いながら。なんなんだよこの人は。もうそんなキョロキョロ見ても何を言ってんだか分かんないんだから、ちゃんと解説してくださいよ。ほらこれのことだよっつって弾いてみせても、分かる人には分かっても分かんない人には分かんないんだよ。Oh, thank you, Robin. See, I bring my theorists along. Guarantee that I'm right. Bobby, you know, he's my theorist. Anything I do is right. 30分ぐらいあるよ。But I study with Bobby. Oh, but you see, little chords, they're so pretty, man. You learn so much from little chords.1,2,3,4,5,6 ドレミファソーソーラシドレミアソーラシじゃなくてドレミアソーソーラシ。あー、めんどくせえ。弾いてみる？どうやって弾けばいいんだっけ。 Now, the 60 minute scale is thisIf you play a C6, you will notice that this C6 is composed of two diminishes. The E and G belong to the E diminish. The C and A belong to the C diminish, right? There's one diminish that's not there. So, we take that diminish and we say... That's our scale. See our scale?なるほど。6フラット。ああ、そういうことか。6フラットっていうことか。6ディミニッシュ。ディミニッシュは減少だから、フラット6のことか。やっと意味わかった。超長いじゃん。これ何時間かかるんだよ。なんだっけ、どこまで行ったっけ。ファウンド、ちょっと待って、でもそれを理解しないといけないんだよな、めんどくせえ。ファウンドの6 use of diminished notes, which is the use of diminished notes. But where do all these diminished notes come from? Professor Barry Harris gave us the holy grail to the use of diminished notes.Which is the 6 diminished scale. The diminished notes come from the diminished chord found on the 6 diminished scale, and we can use this scale as an alternative to the major scale. メジャースケールの代わりに、オルタネイティブって代わりに、オルタネイティブ。Alternative. Major scale. An alternative to the major scale.
メゼンスケルのオルタネイティブに、found in the、 この found はどこにかかるんだよ。このファウンドの主語はなんだよ。 The major scale is The major scale gives us the following scale of chord. Following scale. Following. Give us a following scale of chords. Give us a following scale of chords は、これはダイアトニックを作って引き起こすというかの元になるっていうスケールのことですよね。メジャースケールっていうのは、うん、そうですね。4、5、7、6、7、うん、これはそうですね。ザメジャースケールギブザスフォローイングスケールオブコーズ、ここでちゃんとダイアトニックコーズ、ダイアトニックコーズってちゃんとはっきり言えよ。ほいで、まあこれは分かった。The major 60-minute scale is a major scale with an extra note. こっからだですね。なんかちょっとポイントが。The major 60-minute scale is a major scale with an extra note. The major 60-minute scale いうスケールがあって、これはバリー・ハリスが考えた。1,2,3,4,5 flat 6,7 というスケールがあって、これが、これはエクストラノートを含むというか、ウィズが、ウィズの意味があれですけど、メジャースケールウィズアンエクストラノート、アンニクスラの音はこのフラット6の音のことを言ってるわけですよね。それから何この訳は、第6現象のタブ、The sixth diminished note A flat。 ああ A フラットをアブとなくてA フラットをアブと訳したわけね、この人は。なんだよお前は。So the scale is this extra six diminished note with extra diminished note just added、ちょうど this extra six diminished note we've just added changes the whole scale of chords。 Change the、 この人の発音が、Change the whole scale of chords。 要するにまあスケールは、スケールはコードに影響させるし、最初にスケールがあってからコードができたわけだから、それはそうだよね。スケールが変わるとコードも変わると。で C メジャー7からいってっていう説明に入るわけね。これやっと4分の1ですよ。ここで何時間かかるんですか。きた。まず1は同じなんだよね。1はキーオブ C で説明してくれてるよ。さっきは F だったのに、C メジャー7ですよね。で次が D マイナー7なんですけど、あのメジャースケールだと、ダイアトニックコード理論によると、次が D マイナー7にならずに、何 F マイナー on D。 あーこれも時間かかるな。これをやろうと思ったら超めんどくさい。これをまず五線譜に書いて、こっから、こっから、ディグリー構図を書いて、どうする？やる？めんどくさいよ。
これなんかこうツールないかな。なんかツールないかな。パパッとこう手書きでこう音符をこう入力して、このバインドインアボックスだとめんどくさいんだよ、音符入力するのが。俺が慣れてないだけかな。助けてパパやー。ラーを一個下げて、でラーシーで、めんどくせえな。和音はシーと2はレで、ああこれはダメだ。一個ずつ上げるんだから、ミミミはミだな。あれいいのか。で5度で7度、これは C メジャーセブンですね。で2番目が2 4 6、これですね。これが、フラットになる。で、2 4 6 7 7になるのか。めんどくさいな。この和音は何かっつったら、これがこれなんだよね、多分。F マイナー on D。まあ、F マイナー、F マイナー。あーこれめんどくさいな。これはキーオブ F にするには相対にして、これを F にすればいいわけだ。そうすると一応はしない。そうすると F を1として、ああ F を1としてマイナーサード、ん ?5 度の音がない。5度の音がないよ。 F マイナーではないな。 F マイナーと表記すると嘘になるよ。だって5度の音がないもん。 F マイナーというのは F、 うん、これ何これ、C、ラ、ラのフラット、ラのフラット、ラのフラット、A フラットですね。ここは1で、ここが3で、5の音がないじゃん。5の音がない。F の5度の音は、C の音なんだけど、C の音はない。これは嘘だよ。こういう細かい嘘が混乱を招くんですよ。こういう細かい嘘とかミスとかがあってはいけないんですよ、音楽には。音楽を演奏するときはあってもいいけど、音楽の理論を説明するときにはこういう細かいミスとか間違いとかがあってはいけないんですよ。
これ5度の音がないから F マイナーって書いたら嘘になるよね。2和音プラス F マイナーフラット 5?F マイナーフラット 5 オン D とかだったらいいけど、これは嘘ですよね。まあその辺はちょっと目をつぶるとしても、ここが2、これ全部やっていくのはめんどくさいよ。次が Em6 括弧11。あーこれどっかに書いてないかな。ここに書いてそうだな。あった、ほらほら、やっぱり C6 でしょ。 Cm7 でもいいのか。 Cm7 じゃないよねやっぱりね。これは、ちょっと待って、頭が混乱してきた。ちょっと待って、7度、これは、あ、メジャー7か。メジャー6、今度はこっちが間違えてるじゃないか、もう。C6 じゃないよ、C メジャー7でしょ。6にするんだったら、ここが7を使わずに6、まあ6を使ってもいいのか。そしたら3和音的4和音になるじゃないか。ちょっと待ってよ。まあ6でもいいか。あっちも目をつむり、こっちも目をつむり、もうそんなことばっかしなんだよ音楽っていうのは。え？ちょっと待って。Dm7 フラット5。なんだこれ。Dm7 フラット5でいいんだよね。D で考えたら、マイナーサード。フラット5。あら、これ6、6、うん？ああ、これダメなのかな。これ6じゃなくても7でもいいよね。これが、C でもいいんだから。うん、セブンス。7B だから、セブンスですよね。となると、うん。Dm7 フラット5が正しい。これ何この上と下は。これ下はダイアトニック？違うな。なんだこれ。ああ、わけわからない。まずこっちを理解しないといけないのもめんどくさいな。これどういうこと？誰か助けて。まあいいや、ちょっと進めていこう。疑問点はあるしの。これ全部違うじゃん。この人独自の解釈ってことは、さっきこの人が弾いてるコードを全部書き留めて、私のこう解釈するのと、このバリー・ハリスの表記するのと、やっていかないといけないってことだよね。めんどくさいな。ちょっとまあそういう疑問点はあるにしろ、From this disposition it's a little harder to see, but basically the six diminished scale gives us a six chord and a diminished chord. In the six コードってなんだろう。six コード1616。ちょっと待って、この元々のこのなんだっけ、なんだっけ、さっきのあの最後の晩餐の主牌はなんだっけ、この6というのは6ディミニッシュとスケールっていうのは
6がフラットしてるっていうことでしょう。ということは、キーオブ C におけるキーオブ C における123456667というスケールから来る和音ということですよね。何これ、162ディミニッシュっていうのはどういうこと。 In the case of C major 6 diminished scale that will be C6 and D diminished that will be になります。なんで普通に4和音っていうことは1個ずつこう 1個ずつ飛んで135、あ、そういうことか。ははー、なるほど。ここだったら123456フラット6だから5の次は1個飛んでこの音を重ねるってことね。C6 っていうのはそっから来てるのかな。ここに音階があるから和音的にはこれになるよっていうことかな。16は2ディミニッシュ、どういうこと ?2 ディミニッシュ。和じゃん。これどういうことかな、どういうことかな。16から、2のディミニッシュに D ディミニッシュ。そもそもディミニッシュってどういう和音だったっけ。ディミニッシュ。ああ、これじゃダメだな。あった。D ディミニッシュ。これ、譜面で表したらレファソレファラフラット、レファラフラット、ここに書いてあるじゃんか。変な音源使ってるなこの人。ルート単三度言語度、ルート単三度言語度、ルート単三度言語度、ルート単三度言語度。このハイフンはどういうことかな。アンド。In the case of C major 6 diminished scale, that will C6 and D diminished.2の和音ってことか。1234って言って1の和音2の和音っていうふうにいくと1の和音がこれじゃないんだな。こういうことだね。1356という、1個飛ばしていくと1356なるから、これは C6 と。で、2番目のコードが、DFAフラットね。このまあ4和音にした C はナインスみたいな。ディミニッシュコードというよりはそこまでやるかっていうことですよね。これはディミニッシュコードプラスナインスみたいな、みたいな。4和音にするんだったらまあそうなるけれども、理論って難しいね。
まあここは分かった。意味は分かった。1、2、2のディグリーネーム2のコードというのは2のディミニッシュになるよということは分かった。ということは6ディミニッシュスケールというスケールがあって、そこから引き起こされるコードというのは1 6 2 ディミニッシュ3なんとかっていうことになるわけね。Case of C major 6 diminished scale, that will be C6 and D diminished. うん、なるほど。分かった、分かった。Let's play from this. Let's play it from here. ここから再生してみましょう。ここから、ダイアトニックっぽいあれを作るわけですよね。あれ、ダイアトニック、メジャースケールのコードを群はダイアトニック構図っていうけど、他のその他のスケールのコードは何て言うんだろう、そのスケールのディグリ構図、汎用的な言い方があるんでしょうか。Disposition. ん？C の展開系と D の、これは何やってんの？これはダイアトニックっていうか、ディグリー構図を弾いてるわけじゃないのかな。それとも C6 と、D ディミニッシュで全部の、そういうこと？嘘だろ？じゃあとりあえず3も作ってみるか。3は E から始まって、で次は G で、次は A か、次は A、でその次が C か。なるほどね。3番目第3の、ディグリーコードはC の展開系のこれと一緒になるってことだ。4番目は F から F、A フラット、A フラット、F、A フラット、F、A フラット、B。なんで C になっちゃった。B、 うわー見づらい。 B で、F、A フラット、B で、F、A フラット、あ、これちょっとこれわかんないから。何これ変になったよ。ちょっとこれごっちゃごちゃするから開けるよ。F、F、A フラット、F、A フラット、B、B、D。F、A フラット、B、D っていうと、F、A フラット、ははぁ。4番目の第4ディグリーコードは、B ではなく、あ、C ではなく B になるから、2と一緒、こことここは一緒になるけど、こことここは一緒にならないね。ならない。ならない。さらに代理を使うっていうこと？この B の代わりに C を使って？うそ。これ、ちょっと、嘘があるよ。ごまかしがあるぞ。どうしようかな。これ、ゆっくり再生できないかな。This means that now we can borrow diminished notes from the D.
order to see, but basically the 6 diminished scale gives us a 6th chord and a diminished chord. In the case of C major 6 diminished scale, that will be C6 and D diminished. Let's play it from this disposition. 2でしょ4番目4番目はやっぱ D をん B になっちゃってるねん。あーちょっとこれ早いんだよあんた。 Let's play it from this disposition. 4番目は12344番目は B を弾いてるよね。 B を弾いてる。あーこれ音とあれがずっと合ってないからな。 Let's play it from this disposition. 4。あー切れた。ちょっと4番目で切ってみたいんだけど。 In the case of C major 6 diminished scale, that will be C6 and D diminished.Let's play it from this disposition. 4番目は B を弾いてるよね。4番目は B を弾いてる。1、2、3、4、1が3と一緒。あ、これなんか変なことこうしちゃった。1が3と一緒、2が4と一緒ではないよね。これのことかな。これのこの C を入れて4音にしちゃったからかな。うーんちょっと待って、2の時に C を弾いてるのかな。早いんだよあんたも。 Let's play it from this disposition.2の時に C を弾いてないな。 D ディミニッシュは B を弾いてるな。 D ディミニッシュ、あれちょっと待って、1、2、あれなんで B を弾いてんの、1でしょ、3でしょ、5でしょ。これ B なの？これ B なの？あーならわかる。ちょっと待って。1D3F5Fb7B。そうか、一緒になるんだ。ということで、ダイオトニックというか、ディグリーコードは、なんていうんですかね、正確には。ちょっと声がでかいんで下げましたけども、1のコードと2のコードで、3、4、5、6、7が全部一緒になるってことね。Let's play it from this disposition. 、そういうことね。で、それからどうした？ This means that now we can borrow the... これは今私たちがディミニッシュ和音から減少したノートを借りることが、This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord. D diminished chord から、D diminished chord から、
ディミニッシュドノートを、借りてきた。ああ、なんか調子悪くなってきた。借りてきたことを意味する。Diminish notes from the D diminished chord. And I say borrow because. And I say borrow because we are really not moving to that diminished chord. And I say borrow.Because we are really not. ああ、もう頭が働くなって。And I 調子悪くなってきたから。And I say borrow because. ちゃんと that とかを全部入れて。And I say that. Borrow の後の省略してはなんだ。全然わからない。ああ、全然わからない。We're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. カップル何？ And it sounds like this. カップル何？ And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it's カップルオブノート。カップルオブノートっていうのは。1と2ディミニッシュのことじゃなくて、16と16と2ディミニッシュのことじゃなくて、カップルオブノーツだから、和音じゃなくて、ことのこと言ってるよね。ことのこと言ってるよね。ノーツだから。And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it. なんと何の音？もう。And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. あれ、なんでいきなりシャープ5が出てきたんだ？シャープ5はフラット6。ああ、そうか。シャープ5はそういうことか。っていうことは C6 からシャープ5に変化して D ディミニッシュに行くっていう。そんなことを言ってんの？ This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord. And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it. And it sounds like this. このシャープ5が、シャープ5は、ありゃ。シャープ5はこの音だから、この音だから、フラット6の音だから、これは1の和音じゃなくて2の和音だから、2の和音から借りてきた音を1の和音のコードの時に、弾いている、音を弾いているというか、もうコードがそうなっちゃっている。ああ、なるほどなるほど。ちょっと調子悪くなってきたよ、鼻水が。And it sounds like this. ちょっと寒い。ちょっとじゃあこの辺から見ててください。 Diminished notes, which is the 6 diminished scale. The diminished notes come from the diminished chord found on the 6 diminished scale. And we can use this scale as an alternative to the major scale. The major scale isThe major scale gives us the following scale of chords. はい、戻りました。なんかチャットしてた時のあれみたいだな。The major 6 diminished scale is a major scale with an extra note, the 6 diminished note A flat. あれ？ So the scale is...コーヒーを飲んでいます。これは次の6 diminished note we've just added changes the whole scale of chords. これは次のあれに行っちゃったの。もうちょっともう一回、The major scale gives us the following scale of chords. Create musical continuity. Diminished notes
promote movement and create beautiful dissonances. But where do all these diminished notes come from? Professor Barry Harris gave us the holy grail to the use of diminished notes, which is the sixth diminished scale. The diminished notes come from the diminished chord found on the sixth diminished scale, and we can use this scale as an alternative to the major scale. The major scale is... The major scale gives us the following scale of chords. The major 6 diminished scale is a major scale with an extra note, the 6th diminished note A flat. あ、これさっきやったやつか。 So the scale is... バリー・ハリスが考えたやつね。 This extra 6th diminished note we've just added changes the whole scale of chords. From this disposition, it's a little harder to see. ちょっと待って、俺さっき間違えてたから、さっき間違えてたから、これで1と2と3と4と、さっきこれ間違えてたよね。どれだったかな。そしたらこれを、これがまず1が C6 ですよね。CEGA だから。1356で2の和音は DFAB ってことは F マイナー on D で合ってたのかな。 FF あーめんどくさい、これパパッとできないかな。キーを基準F が1だとしたら、単3度。あ、やっぱりこれがあるからな。D は on D でいいよね。F マイナーはいいけど、F マイナーって書くと嘘になるよね。やっぱりね。F マイナーシャープ5、フラット5。F マイナー、これから行くんだから、F から行くんだから。F マイナーフラット5、 F マイナーフラット5 on D って書かないと嘘です。これは完全な間違いです。 F マイナーフラット5 on D にしないといけないですよね。 From this disposition it's a little harder to see. もう一回、もう一回、ちょっと待って、もう一回3つ目は Em611 3つ目ね、これが、E だとしたらか、 E だとしたら、うわー見づらい、3つ目 E だとしたら1 Em 割ってるな、6、これ違うんじゃない？どっちが違うんだろう？C はナチュラルだから E マイナー、シャープ5、 E マイナーシャープ5、ちょっと待って、イレブンスは9がドで、9がレで、10がミで、イレブンスはファだから、そうか、4ね、4はイレブンスだからいいのか。4はイレブンスでいいけど、6ではないよ。だから先生間違えてるんだって。
E マイナー、E マイナー、 E マイナーシャープ5イレブンスって書かないとダメですよ。こういう間違いを全部直して訂正してくださいよ。From this disposition, it's a little harder to see, but basically the six diminished scale gives us a six chord and a diminished chord. In the case of C major six diminished scale, that will be C6 and D diminished. Let's play from this disposition. なるほどね。意図は分かった。この人はだから C6 と D diminished で全部表せますよ。その前にこうやってやるのはめんどくさいから2つで表せると、そのめんどくさいところで間違ってるわけだね。 From this disposition、 disposition っていう単語は何だ、 disposition、 disposition っていう単語は何だ、性質か。disposition、 disposition。 しょここではどうやってこれ、これは意味的には表記ですよね。表記っていうことですよね。この例えば F マイナーは間違ってるけど、 F マイナーシャープ5だっけ、オン D っていう表記は間違ってるけど、まあこのディスポジションっていうのはこのこと、さっきのあんな表記っていうこと、表記っていうことですよね。このディスディスポジションはリトルハーダートゥーシー、見づらい、わかりづらい。 C は見るのも難しいし、理解もの C も難しいっていうことですよね。このディスポジションは性質っていうよりも表現方法、表記方法、コードの表記方法のことを言ってるわけですよね。は難しいので、16と2ディミニッシュの2つで全部表せますということが言いたいんだけども、その難しい表記の表記が間違っ、この人はだから難しいから簡単にしようということを言ってるんで、その難しいところは本当に正確に表現しなかったんですよね。難しいからっていうのは踏み台であって、飛び越えた先の着地点が16と2ディミニッシュのことを言いたいがために、その踏み台を踏み台だと思ってるからちゃんと表現しなかったから間違えた。 Harder to see, but basically the 6 diminished scale gives us a 6 chord and a diminished chord. In the case of C major 6 diminished scale, that will be C6 and D diminished.Let's play it from this disposition. This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord. And I say, but ここからがちょっとまだわかんないな。This means that、ちょっとこっからズバーッとしばらく見てで戻ってみるか。この We can borrow diminished、 この This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord から借りてこることができるっていうのは、メロディー、さっき C シャープ5
は D ディミニッシュから借りてきたことのことを言ってて、ちょっとその辺をしばらく見てみましょう。This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord. And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. And now we get both hands moving voices. The beauty of the diminished notes is that they promote movement.They want to move back and forth, creating great continuity. We should be able to play this scale in all 12 keys. Let's play from F. F からやったらそうなると。で、最初の曲に、曲の解説に行くわけね。なるほど。Okay, let's play an example borrowing diminished notes so we can hear how it sounds. Let's play the progression 1 major 7, 7 7.Descending chromatically from F major 7 down half step to E7. Now half step down to E flat major 7 modulation. This is a new tonic. Then half step down to D7, half step down to D flat major 7 another modulation. Now we are on D flat, half step down to C7, and then we resolve to F. That means we're going to use three 6 diminished scales.The F major 6 diminished scale for the F major and the E7. The E flat major 6 diminished scale for the E flat and the D7. And the D flat major 6 diminished scale for the D flat and the C7. Then back to F. Okay, now let's play the progression borrowing diminished notes. F major 7, now I borrow the C sharp.Now the diminished notes from the F major 6 diminished scale. これが心だよね。F major 7 sharp 5の sharp 5の音は次の、F 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 これが1だから2は F ちょっと待って。なんで 2ディミニッシュが7-7-7になったんだろう。ちょっと飛躍したぞ。これがこの C シャープが、シャープ5の音ですよね。 F メジャー7の。ああNow the diminished notes from the F major 6 diminished scale. ちょっと待って、ちょっと待って。なんで1と2、1メジャー7と2、16と2ディミニッシュになったのが1メジャー7と7-7-7になっちゃったの？Let's play. ちょっと待って。And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. And now we get both hands moving voices. The beauty of the diminished... ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってよ。C から、C6 から D diminished に行って。This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord. And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. この A マイナーは何？この A マイナーは何？A マイナーは C6 と一緒っていうこと？それが言いたいのかな。ちょっと待って。分かんなくなってきたぞ。ここまでは分かったよね。ここまでは分かった。C6 と D ディミニッシュで全部。
This means that now we can borrow diminished notes from the D diminished chord. And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. いきなりなんで Am が出てきたの? And I say borrow because we're not really moving from here to the diminished chord. We just borrow a couple of notes from it, and it sounds like this. なんで急にAm が? And now we get both hands moving voices. The beauty of the diminished notes is that they promote movement. They want to move back and forth, creating great continuity. We should be able to play this scale in all 12 keys. Both hands moving. やっぱりね、集中力っていうのは5分ぐらいしか続かないんだよなとか言って、疲れてるんですよ私は。明日雪が降るんですから。The beauty of the diminished notes is that they promote movement. They want to move back and forth, creating great continuity. We should be able to play this scale in all 12 keys. Let's play from F. これはいいよね。この F6 と G。G フラットディミニッシュならわかるけど。 Okay, let's play an example borrowing diminished notes so we can hear how it sounds. G ディミニッシュでいいのか。 Let's play the progression 1 major 7 7 7. ここで急にちょっとちょっとなんで急に。 So we can hear how it sounds. Let's play the progression. Let's play the progression 1 major 7 7 7. これはなんで急に1 major 7 7 7が出てきたの。これは何、急に何これ、どういう関連が。セブンっていうことはドレミアソーラ C だよね。 C だから、ちょっと分かんなくなってきたな、集中力がもう。And it sounds like this. And now we get both hands moving voices. The beauty of the diminished notes is that they promote movement. They want to move back and forth, creating great continuity. We should be able to play this scale in all 12 keys. Let's play from F. Okay, let's play an example borrowing diminished notes so we can hear how it sounds. Let's play the progression. ここはここから急になんか例を出したのかな。で、このコード進行はこれはこういう曲があってっていうことを言ってるのかな。162ディミニッシュとは関係なくってこと。 Okay, let's play an example borrowing diminished notes. エグザンプルだからいいのかな。So we can hear how it sounds. Let's play the progression 1 major 7, 7 7, descending chromatically from F major 7, down half step to E 7. ここからは最初に演奏したサンプル曲の説明に入ってますよね。サンプル曲の説明に入って半音ずつこう下がっていくようなコード進行の曲。っていうことですよね。半音下がって F メジャー7から半音下がって E 7になって E 7から、これはもしかしてこのシリーズを順番にやんないとダメなのかな。なんかこう代理コードっていうのがあったんですよ。代理コードっていう代理コードという、今やってるのは これですよね。ナンバー8のピアノパッシングノーツザ6ディミニッシュジャズスケール。8番目、ピ
ピアノパッシングノーツザ6ディミニッシュドジャズスケールというタイトルが、そんなタイトルだっけのがあるんだけども、その1個前に、パッシングコードデミドミナントサブスティチュート、これもやんないといけないんだよな。これをやって初めてこれに行くのかな、その方がいいのかな。まあいいや、これをやることによってこれの興味を引くことにもなるから。で、私が思ったのは、今これやってるんですけど、これはこれのフラットに、フラットに7、だから F メジャー7から言って、違う、 E フラットメジャー7から言って E7 というのは半音上のセブンスですよね。なのでディグリーネーム的にはフラットにセブンスというのが、これのドミナントセブンスの代理になると。だから E フラットだから、E フラットだから B フラット、 B フラット7、 E フラットメジャー7ってなると5-1 っていう風にドミナントモーションになるわけなんですけど、その B フラット7の代わりに E7 が使えるっていうのが、この E フラット7が E フラットメジャー7から言うとフラットに7というのを、確かここですよね、 Substitutes andRelative Chords で説明していたような気がするんですよ。なのであとで次のこれ、多分ね、この6、ここら辺なんだよね、この辺が大事なところなんで重点的にやろうと思うんですけど、これが多分E7 フラットフラットに7から E フラットメジャー7にドミナントモーションしてると思うんですよね。なので半音下がっている、あれなんだっけ、あの半音下がっていくクリシャに見えて、実はクリシャに見えて実はドミナントモーションを繰り返しているというコード進行の例だと思うんですよね。Now half step down to E flat major 7 modulation. This is a new tonic. モジュレーションなんだろう。モジュレーションって転調だったっけ？モジュレーション。通り合ってるよね。ラジオ的には変調なんですよね。変調、高周波に低周波を乗せる変調技術といいまして、AM、FM、SSB、ここでは転調の意味を使ってじゃない？Descending chromatically from F major 7 down half step to E7. Now half step down to E flat major 7 modulation. This is our new tonic. Then half step down to D7. Half step down to D flat major 7 another modulation. Modulation. Now we're on D flat. Half step down to C7. あ、キーオブ D フラットになってるってことね。D フラットメジャー7になった時点で、いや、その1個前から本当はもう転調してるのかもしれません。Now we are on D flat, half step down to C7, and then we resolve to F. C7 から F には、That means we're going to use 普通のドミナントモーションですからね、C、F ですから。To F. That means we're going to use 3/6 diminished scales. The F major. 何？3/6?
That means we are going to use 3/6 modulo diminished scale.6 diminished scale っていう、これが一つの名詞ですよね。ジーン・ハリツ先生の提唱する6 diminished scale っていうスケールがあって、この S は3にかかってるんだよね。3つのスケール、3つのキーオブを使って、この曲はいますよと。The F major 6 diminished scale for the F major and the E7. The E flat major 6 diminished scale for the E flat and the D7. And the D flat major 6 diminished scale for the D flat and the C7. Then back to F. Okay, now let's play the progression borrowing the diminished notes. あれを使ったってことね。で、もう一回やってみるよと。F major 7. Now I borrow the C sharp.Now the diminished notes from the F major 6 diminished scale and E7. Again the diminished note. Now E flat, new key, I borrow B, the diminished note of the E flat 6 diminished scale. Again the diminished notes of the scale to D. Again the diminished notes. Now D flat, new key, I borrow A.The diminished notes from the D flat 6 diminished scale to C and back to F major. F major 6 diminished scale. So this is where the diminished notes come from. And since they create movement, now we're not simply playing chords, now we're playing movements. And this could also be applied to any song.Let's play a song called La Media Vuelta from the great Mexican composer José Alfredo Jiménez. The chords are G, D7, G, G7, C, E7, A minor 7, D7, B minor 7, E7, A minor 7, D7, G.D7. Now let's play it borrowing diminished notes. これはあれだな。こういう曲があって、それをさっきのテクニックを使って、理論を使って、やってみましょうということですよね。いうことで、普通に、進行感があるいい曲を、ジャズっぽく演奏できますよという見本を見せてるんですよね。この2位の曲に、応用できるということが言いたいわけですよね。その例を見せてるわけですよね。なるほどね。So this is where the diminished notes come from.And since they create movement, now we're not simply playing chords. Now we're playing movements. And this could also be applied to any song. Let's play a song called La Media Vuelta from the great Mexican. これは大事なんですよね。Any song にアプライ、could also be applied to, could be able to, be able, able がないの。able はこれか。could か。To any song. Let's play a song called La Media Vuelta from the great Mexican composer José Alfredo Jiménez. The chords are G, D7, G, G7, C, E7, A minor 7, D7, B minor 7, E7, A minor 7, D7, G.D7 Key of G. Now let's play it borrowing diminished notes. わかりにくいよ。
ははあ、こんなことをジャズピアニストはやってんだね。即座に、即座にというか考えてあるんだろうけど。だから普通の曲をジャズっぽく弾くっていうジャズアレンジっていうのはこういうところにあるという例をやってるわけですね。すごくジャズっぽいですよね。普通の曲をジャズっぽく弾くにはこんなことをやってましたということを。はあ、ため息が出るね。もう I hope you've enjoyed today's video. Comments and questions are appreciated. Don't forget to subscribe. It's free. And I'll see you on the next video. はは、やっとこさ意図は分かったよ。やっとこさ意図は分かった。はいはい、ありがとうございました。ですね、私がちょっとなんていうの、皆さんに、これを見てくださっている皆さんにお願いしたいことがあって、私はこう、このビデオはたまたまなんとか全体的な意味はちょっとわかることができましたけど、何回こう見ても何回こう解釈してもわからないことがあるわけですよ。そういうのをもうとりあえず私がこう解釈したこう動画を作るので、それにここはこうだよとかいう動画を作ってほしいわけですよ。コメントでこう文字でこうつらつら書いてもらっても、それでもまあじっくり読めばわかるのかもしれないですけど、そしたらこれと一緒のことになってしまうわけですよね。解説してあるものを解釈しないといけないっていうことになって、私がわからなかったことはここですよみたいなことを、まあできる人はお願いしたいんですよ。で、私が使ってるのが AG デスクトップレコーダーっていうソフトで、まあソフトは何でもいいんで、まず画面を再生してもらって、私がわからないっていう画面をこんな風に再生してもらって、それを解説する何かあれですよね、サイトでもいいし、こういうなんか音符でもいいし、手書きの譜面でもいいですし、喋ってもらってもいいですし、要するに画面キャプチャーと音声、パソコンにマイクをつないで、それを画面キャプチャー、ドカッとしてキャプチャーすると。AG デスクトップレコーダー以外にもいろいろあると思いますんで、それで、私の動画に返信するような形で返信していただけると、私もわかるし、私がそれを解釈してまた他の人に伝えることができますし、という、もし何か私は分かったぞみたいなことがあったら、そういうふうにしていただきたいなということで、本日は終了いたします。ありがとうございました。